はい、ニンニク醤油七味パスタの話、ニンニク醤油七味パスタの話、先日パスタを、ね、自分で作りまして、めちゃくちゃうまいのができて、これを誰かにお伝えしなければダメだという感じなんですけども、その時家に何もなくてですね、本当に何もなくて、パスタだけあってあれみたいな感じで、でニンニクはもちろんパスタセットでね買ってきてるんであるんだけど、ニンニクとパスタしかないと。でパスタ入れてニンニク炒めて、まあソースにしてね食べるしかないんだけども、まあ味なんかこう想像がつくわけですよ、単純にニンニクと塩コショウだったら、まあ、まずくはないけどちょっと味気ないなみたいな感じ で普通はね豚肉系のベーコンハム系を入れて旨味を出してですね、ニンニクの旨味とこう豚肉の旨味とね、それをするんだけど豚肉もないというね、ニンニクしかないんですよ本当に。あと調味料どうしようかなと思って考えながら作ってたね。でまずパスタ茹でて、でパスタを茹で上がったら揚げて、水切って揚げて、でフライパンか鍋ねで火かけて、で、キャノーラ油、これ結構たっぷりめですね、たっぷりめで、ニンニクをねちょっと細かく切ったものをパラッとこう炒めて、どうするかなと思う、塩コショウして、でこれだけで味がもう想像できちゃって、そんなにうまくならないわけ、どうしようかなと思っていたらですね、塩コショウと七味があったんでね、七味をかけようと思ってパーってかけて、うん、パスタソース作るときにキャノーラ油炒めて、ニンニクの切ったやつ炒めて、で塩コショウ入れて七味入れましたね。でちょっとこうね、ニンニクの色がつくまで、色が変わるまで炒めてですね、で、火を止めた直後に醤油をね結構いっぱい入れまして、バーって入れた、で醤油がこう沸騰するんですね、火を止めてすぐなので、わーシュワーみたいな感じですごい沸騰して、沸騰するの分かってるから、醤油がねこう跳ねるの分かってるから、だから火を止めてから入れたんだけどね、まあ、とにかく火を止めた直後に醤油をバーって入れて、でこれで完成、ソースをね、でパスタを絡めて、食べてみたね。でこれがねほんとうまくて、もうびっくりするぐらいなんかねうまかったですね。だいたいねパスタソースに醤油入れるとそこまで変な感じにならないね、味が薄いとかそういう感じにならないから、まあ困った時は醤油だと思ってたんだけど、なんか七味を入れるとね急にこう味がこう濃厚になるというか、もちろんちょっと辛みがあるんだけど、そこまで辛さは感じずに、なんかね醤油の臭みみたいなのもなくなるし、ちょっとこう何ですかね、まあこれお店でもうちょっと工夫したらお店で出せちゃうぞみたいな、そういうちょっといい味、うん、それになりまして、だから大したも入れてないんですよね、普通の醤油ニンニクパスタに七味入れただけだから、しかもこれ七味後から入れたんじゃなくて、そのパスタ作るソース作るかなり早い段階ね、炒めてる段階で七味入れてますから、まあやっぱ七味のパワーですよね、うん、最近作ったパスタではこれは一番ですね、過去一かもしれないですけれど、まあ5本の指には入ると思います。